おはようございます。今日はね、これから埼玉県の小川町の方でね、在宅のクリーニングがあって、エアコン洗浄と、あと浴室のクリーニングで、あとキッチンを軽めにちょっとやっていただきたいということなので、まあこれからまたね、会社を復活させるための第一歩ですよ。やっぱりね、これから、普通の空室クリーニングもいいんだけど、気が楽だし誰もいないし、やっぱりこれからどんどんね、いろんな枠を広げてって、また在宅クリーニングをね、ちょっとやっていこうかなと。で、今日向かう現場は高齢者のおばあちゃん、が住まれている在宅クリーニングですね。やっぱり高齢者の方だとなかなかね、自分でお掃除ができないなんて、やっぱお困りの方が結構いらっしゃるんで、1キロメートル先取り締まりエリアです。まあメインとしてはそうだな、やっぱりそういう、高齢者の方をメインにやっていこうかなとは思ってますね。まあだからといって普通のね、若いご夫婦が住まれているようなそういう在宅ももちろんやります。やっぱりね、忙しくてなかなかね、できない方たちもやっぱりいらっしゃるんで、そうだな、今日はついでに、山の方もね、近いんで、もう近いっていうか小川町だからもろ山なんだけど、寒いけどね、ちょっと川も見たいかなと思って。それで、そうだね、その足で今度は夜勤だね。夜勤の方はね、なんか単価がいいんだけど、なんかかなり軽め、もうはっきり言っちゃうと洗剤と、あとは空拭き、濡れ拭きのウエスがあれば、もうなんか素人さんでも、はっきり言えばできちゃうっていうね、そういう業務内容です。すぐ先 N システムです。もうね、クリーニングの仕事って結構ね、食いっぱくれないからね、やっぱ自然とほら、綺麗に扱っているつもりではいてもさ、やっぱ自然とね、汚れというものはどんどん付着してくるもので、だからこの仕事ってなくなりそうでなくならないんですよ。だからよくクリーニングやってて最近仕事が減っちゃったっていうところは、やっぱりなんかこうどっかで手を抜いちゃってるんだよね。そんなはずないから、ちゃんとやってれば。あとはやっぱはっきり言っちゃうと言い方悪いけど、なんだろうな、仕事が減るってことはクリーニングで、ちょっと対応が悪かったりとか、あとはなんだろうね、はっきり言うと腕がないんだよね、そういうところはね。あとはやっぱり仕事を取るときっていうのは、何でもかんでもね、取ってしまうのもありなのかなとは思うけど、でもやっぱりそこはね、ちゃんと選んだ方がいいっすよ。いろんな管理会社ともやっぱりね、そういう不動産とかやっぱりいろんな話をしてみた上でちゃんと決めた方がいい、そこは。やっぱりやってね、
なんかとも割に合わないんだよなっていうことはやっぱ結構出てくるから、あとは随分なんか現場によってはね、なんだろう、随分これだけのことをやってね、こっちは材料いっぱい使ってるのに、なんか単価の方がやっぱりそういう金額が随分安いよなと、そこはやっぱり結構重要ですよ。まあ別にね、やっぱなんつうのかな、金だけでやってるわけではないけども、やっぱりね今何かと高いじゃないですかね。こうやって走ってればガソリンだってかかるしさ、で洗剤だって決して安くはないっすよ。場所によっちゃ本当に洗剤いっぱい使うからね。はい、そういうわけで今日はお仕事頑張りたいと思います。そしてついでに山も行っちゃいます。それでは皆さん、また後で。